伊佐早湾観宅事業をめぐる裁判が開門しない方向で司法判断が統一されたことについて、国が個別の漁業者に話し合いによる合意を提案する手紙を送っていたことが分かりました。伊佐早湾観宅事業をめぐる裁判は、国と漁業者側が排水門を開けるかどうかで長年争ってきましたが、今月1日、最高裁の決定で非開門に統一されました。 国はこの決定の後、裁判ではなく話し合いによる解決を目指す考えを示し、今月9日付で個別の漁業者と弁護団に手紙を送ったということです。手紙の文面には、いさかいを後世に残さないよう今後について話し合い、合意を目指すことを提案しますと書かれているほか、不安点などは問い合わせ窓口に連絡してほしいなどとしています。 漁業者側の弁護団はすでに弁護団として和解協議を申し入れている漁業者の分断を招くやり方と反発していて農水省に対し個別漁民との折衝はご無用に願いますなどと文書で回答しています。